私たちの祖先、昔の日本人は外国人の目からどのように映ったのでしょう。そんな事柄をまとめてみました。石和人伝の一節、風習では、国の身分の高い者は皆四五人の妻を持ち、身分の低い者もあるいは二三人の妻を持つ。夫人は陰せず、焼き餅を焼かず、盗みかすめず、訴えことは少ない。随所は国伝。その風俗では皿や板貝はなく柏の葉を敷く。食物は手を使って食べる。性格は飾り気がなく正直で優雅な感じがある。女が多く男が少ない。縁組では同性とは組まない。男女でお互いに好き合った者が結婚する妻が夫の家に入ると必ず先に犬をまたぎそれから夫と顔を合わせる夫人は身柄ではないし嫉妬もしない夫はとても落ち着いており、訴訟は稀で盗賊も少なく百済新羅は大和を尊敬して仰ぎ、使いを通わせていた。フランシスコ・ザビエル日本人は大変善良な人々で社交性がありまた知識欲は極めて旺盛です。今までに発見された国民の中では最高であり日本人より優れている人々は、異教徒の間には見つけられない。エンデルベルト・ヘンデル。日本人の礼儀正しきことは世界の最も礼儀正義たる国民に近い心理の海の勝り、しかもそれがいかやしきな人からやんごとなく知人、良心に至るまで見られる。ウィエム・ゴロブニン、ロシア軍艦艦長の手記、日本人はいつもおどけて陽気だ、私と親しい日本人が憂鬱な顔をしているのを一度も見たことがない。彼らは活気に満ちた会話や冗談が好きで働くときは必ず歌を歌う。ウィエム・ゴロブニン著書日本優秀印。人口が多く聡明で感受性が強く模倣が上手で、忍耐強く勤勉なこの万事に欠けた国民が、我がピョートル大帝ほどの君主を抱けば、日本が持つ能力や資源と相まって、この国民は数年のうちに東洋の王者となるであろう。フィリップ・F・シーボルト、江戸幕府機構。おそらくアジアのどんな国においても、旅行というものが日本ほど一般化している国はない。大名の絶え間ない行列、活発な国内商業、その貨物の集散地大阪にはこの国のあらゆる地方から売り手買い手が殺到するし、また巡礼旅行も盛んである。カール・ペレテル、ツンベルク・エド・サンク随行期、正直と忠実は国中に見られる。この国ほど盗みの少ない国はほとんどないだろう。ヨーロッパ人は幕府への旅の間も全く安心して、自分が携帯している荷物にほとんど注意を払わない。彼らは第一級民族。この国では女が男と同席し、表も自由に歩く。清潔好きで週に一度どころか毎日風呂に入る。宣教師たちの報告。日本人はヨーロッパの先進国の人々ですら足元にも及ばぬほどの高い文化とモラルを持っている。日本は他のアジア諸国とは全く異なる。日本が東方諸国の第一位にあることは疑う余地がない。もし彼らに応用科学の知識において欠けるところがなく機械工業が進歩するならば、彼らはヨーロッパ諸国民と言うに競争しうるであろう。マシュー・ペリー、この事件は我々を非常に感激させた。教育のある日本人が生命を顧みず国の法律を破ってまでも、その知識を広く知ろうとする激しい心を示したのである。日本人は誠に学問好きな研究心が強い国民である。
この事件ほど日本人がいかに新しいことを好む心が強いかをあらわにしたものはない。日本人のこの心は厳しい法律と幕府の監視のために抑えられているが、日本の将来に実に想像のできない世界を開くものではなかろうか。マシュー・ペリー。彼らの手作業の技術の熟練度は素晴らしい。日本の手工業者は世界のいかなる手工業者に劣らず連達である。よって国民の発明力が自由に発揮するようになれば最も進んだ工業国に追いつく日はそう遠くないだろう。他国が発展させてきた成果を学ぼうとする意欲が盛んで学んだものをすぐに自分なりに使いこなすことができる。だから国民が外国との交流を禁止している排他的政策、鎖国が緩められれば、日本はすぐにでも最も恵まれた国の水準に達しよう。文明世界の技能を手に入れたならば日本はきっと機械工業の成功を目指す強力な競争国となろう。画家ハイネ、ケリー同行者、日本人の風俗は純朴で親切で気さく、知的でもあり、国を愛する心は強い、自尊心まで至っており、また知識を得るためには心を広く開けている。A. リュードルフ、6、プレタ号日本通商機。日本では所有権を犯す犯罪は滅多に起こらない。国民の誇り高い性格の中に主として存在している。こうした性格により日本人は嘘をついたり物を盗んだり強奪することに嫌悪感を持っている。タウンゼント・ハリス初代駐日米公使日記より抜粋。彼らはよく吠えみなりもよく幸福そうである一見したところ富者も貧者もない。これがおそらく人民の本当の幸福の姿というものだろう。実際私は日本に来てから汚い日本人を一度も見たことがない。日本人は至って欲望の少ない国民である。私は時として日本を開国して外国の影響を受けさせることが。果たしてこの人々の普遍的な幸福を増進するゆえんであるかどうか疑わしくなる。私は質素と正直の黄金時代をいずれの他国におけるよりもより多くの日本において見出す。運命と財産の安全全般の人々の質素と満足とは現在の日本の顕著な姿であるように思われる。第8代エルギン伯爵ジェームズ・ブルース。狂犬にひしがれているような不機嫌や怒りの表情は一つも見当たらず、その秩序は自発的に見える。脇筋から本通りへ彼らがなだれ込まないように縄が張られており、稀にはみ出し者が役人から扇で頭を叩かれていた。しかし縄一筋、扇一本で行儀よくしている群衆などいるであろうか。同行の海軍大佐は書いている。彼らのうれしげなそれでいて丁寧でうやうやしさを称えた表情や物腰、我々が英国で莫大な富をつぎ込んでようやく身につけるような上品さや、垢抜けた態度に南国の豊かさが重ね合わされている。私は、かつて心に抱いたあらゆる期待を完全に上回る何かをついに発見した。彼ら日本の群衆には穏やかな秩序がある。なんという群衆だろう。タウンゼント・ハリス。日本人の容姿と態度に甚だ満足した。日本人は希望本当のいかなる民族より優秀である。これまでに見たどの国よりも簡素さと正直さがある。柿崎は小さくて貧寒な漁村であるが住民の身なりはさっぱりとして態度も丁寧である。世界のあらゆる国で貧乏にいつも付き物になっている不潔さというものが少しも見られない。
ちの祖先の素晴らしさもありましたが、外国人の目もまるで日本の現在を見通しているようでもありました。私たちも大いに祖先を見習うべきだと思います。最後までお付き合いありがとうございました。